リオデジャネーロ市のビリガルのファベーラ。イパネマ海岸のシェラトンホテルの裏に広がる。ファベーラは、ブラジルにおいて、スラムや、貧民街を指す言葉。ブラジルのほぼすべての大都市及び、中規模都市の郊外には、不法居住者の建てた小屋の並ぶファベーラや、既存の街が、スラム化したファベーラが存在する。中でもリオデジャネーロ市のファベーラが、 最も有名で、カリオカの4人に1人は、ファベーラに住むとされる。ほとんどのファベーラは、公有地や所有権をめぐって、軽争のある土地などを不法占拠する形で小屋や家屋が築かれたものであるため、一般的に、ブラジルの各州政府や自治体は、ファベーラの存在を法的実態として認知していない。ファベーラの建物は、非常に建て込んでおり、一軒一軒も狭く、 地形に合わせた階段や通路が家々の隙間を通っている。このため自動車は通行できないことが多い。建物はコンクリートやレンガで作られた家から廃材で作られた家まで様々であるが、いずれも無断で建てられている。おおむね衛生状態は悪く、下水処理や伝染病に悩まされている。ファベーラによっては家々に電気が通り、夜には明かりがきらめくが、 これは、付近の電線からの東電である。都市周囲の山の斜面に建てられたファベーラも多く、大雨の後に、地滑りが起こり大勢の犠牲者が出ることも、相次いでいる。ファベーラの人々は、生きがいの都心などで低賃金の仕事に就くことが、多いが、失業やドラッグ、ギャング同士の抗争といった、社会問題も深刻である。ファベーラという名称の起源は、 ブラジル北東部のステップ気候の地方に生える、東大草科の棘の多い葉の植物に由来する。1895年から1896年に、かけて北東部バイヤ州で、自称助言者のアントニオ・コンセリエイロとその信者たちが、カヌードスの町を築き、政府との間でカヌードス戦争が起こった。政府は、反乱軍の鎮圧のために、元奴隷の黒人らを徴兵した。 徴兵された兵士らは、カヌードス戦争が、政府の勝利で、終わり任務を解かれると大都市へと流れ、多くは、当時の首都リオデジャネイロに移住したが、政府は彼らに住居を提供することができなかった。結局1897年11月、元兵士らは、リオデジャネイロのモーホダ・プロビデンシアという丘にあった、公共の土地に、自分たちで家を建てた。彼らは新しい町を、 カヌードスの反乱軍との勝利の地に追い茂っていた植物にちなみ、モーホダファベーラーと名付けた。やがてカヌードスの元兵士に代わり、奴隷から解放された自由黒人らがファベーラに流入し、ファベーラは黒人をおもとし、インディオ、メスティーソラも住む、貧民街へと変わっていった。ファベーラの町が建設されるより前から貧しい黒人は、 都心から郊外へと押しやられていたが、都心で歓迎されない黒人たちにとって、ファベーラは、働き口の多い都心に近い位置にあり、ちょうどいい移住先となった。ファベーラの町が建設される前にも、逃亡した黒人奴隷が築いた村落、キロンボが、リオデジャネイロ周辺の山の斜面に点在しており、1888年に、奴隷制度が廃止されると同時に、 雪場のない黒人たちが流入して大きくなっていた。ファベーラは都市が過密化したり不動産への関心が今日のように高まったりする前に形成されている。1940年代には住宅危機が起こり都市部の貧民たちは郊外に無数のバラック街を築いた。この時期貧しいリオ市民の主な居住地は集合住宅や小さな家からファベーラへと変わる。 ファベーラの爆発的成長は、1940年代に、ジェトリオ・ドルネレス・バルガスが産業化を進めて、数多くの国民が大都市へ、特に、サンパウロや当時は、首都で、連邦区だったリオデジャネイロへと流入した時期、および1970年代に、ファベーラが、リオデジャネイロ市の範囲を超えて、都市圏の外縁部まで達した時期にあたる。今日のファベーラの多くは、 建設ブームで大都市に地方の農民らが流入した1970年代がピークであった。低層住宅の立ち並ぶスラム化した地区から溢れた人々は丘の上に不法居住の家屋を築いていった。ファベーラはどれも異なった時期に異なった経緯で形成されているが、最終的には貧困層の住む地域という共通点を持つに至っている。 リオデジャネイロ最大のファベーラ、ホシーニャ。ファベーラの爆発的拡大を受けて、ブラジルの政府は、ファベーラ撤去運動に乗り出した。1940年代のパルケプロレタリオ計画では、リオの貧困スラムが撤去され、住民たちは、新しい公営住宅に建て替わるまでの間小屋などに仮住まいした。しかし、公営住宅は少量しか作られず、 住宅改良工事のために、さらちになった場所に、新たなファベーラが誕生しただけだった。1955年、レシフェ市教で、リオデジャネイロ補佐市教のエルデルカマラは、連邦区の財政支援を受け、当時最大のファベーラであった、プライア・ドゥーピントに集合住宅群を建てるという、計画、クルサダ・ソーン・サバスティオという名の計画を立ち上げた。この、十字軍運動は、 ファベーラ生活の悪徳を断ち切る意思のある者だけを新住宅に入居させ彼らを受け入れられやすい市民とすることであった。1970年代の軍事政権時代にも貧者のための住宅計画という名目でファベーラ撤去計画は活発化した。しかし実際に起こったことはファベーラの解体とその住民がより郊外の生活基盤のない土地へと 移転させられた事態であった。ファベーラの跡地には安い郊外住宅ができたが、そこからファベーラ旧住民に配分される利益では、旧住民らが新しい住宅に入るだけの収入とはならず、この計画は破綻していった。ファベーラに住む人々はファベラドスと呼ばれる。最初のファベーラの住民はアフリカ系住民で、現在も主体であるが、中9世紀のヨーロッパからの 貧しい移民流入に伴い白人系の住民もファベーラに入ってきた。ファベーラの住民はかつては人種的不平等や人種差別による扱いを受けていたが現在では経済的理由から差別されている。フェベーラはブラジル国民の所得分配の著しい不平等の産物と言える。ブラジルでは人口の上位10%が 国庫収入の50%を稼ぎ、人口の34%が貧困線以下で生活している。ブラジル政府は20世紀の間、常に貧困対策を行っていた。例えば、1970年代の軍事政権下のファベーラー撤去では、10万人以上が追われ、新しい公共住宅や、故郷の地方へと移住させられた。また、ジェントリフィケーションによる、 貧困地域対策も行われた。都心付近のファベーラを一掃して、上級な住宅を建設し、隣接するインナーシティと合わせて、アッパーミドルクラスの上の人々のための住宅地へと変えた。しかし、これにより、都心付近の貧困地区が消え、ローワーミドルクラスの流入が見られた一方、住む場所を失った、ファベーラ住民は路上へ押し出されて、ホームレスとなったり、 働き口のない郊外外縁部にまで追い出された。例えば、リオデジャネイロ市では、ホームレス人口の多くは、黒人で、ファベーラの中級住宅地下や著しい貧困で住む、場所を失っている。ファベーラで銃を構え、警戒する武装警官、シダージジデウスの街路風景コロンビアより流入した、コカインの取引は、ブラジル社会及び、ファベーラに、大きな悪影響を与えた。 ファベーラに麻薬使用が集中し、地域のギャングたちが麻薬販売やダンスパーティーを行うことでギャングは大きくなってゆき、ファベーラは麻薬王に支配されるようになり、密売組織と警察の死害戦や犯罪者同士の銃撃戦が起こっている場所もある。違法行為も横行し、リオデジャネイロ市民10万人に対する殺人率は40人を超えており、 ファベーラではさらにこの数値は上昇する。住民は日頃の行動に注意を払い、密売組織との関係を保つことで、自らの安全を確保できていると考えている。住民や組織が地域の秩序を維持し、互いに敬意を払うことにより、ファベーラの犯罪率は高いにもかかわらず、表面的には安全な生活が送られている。 リオやサンパウロといった大都市でのファベーラ一層の試みにもかかわらず、貧困層の人口もファベーラも急速に拡大している。1969年には約300のファベーラがリオデジャネイロにあったが、2000年代には2倍となった。ファベーラの人口の伸びはブラジルの人口の伸びより急速である。1950年には、 リオデジャネイロの人口の7%がファベーラ在住だったが、21世紀に入り19%がファベーラ在住となった。1980年から1990年の国勢調査の結果によれば、リオデジャネイロの人口増加率は8%に落ちたが、ファベーラでは人口は41%増加した。1990年代以降では、 自然体で7%の増加率に対し、ファベーラでは増加率は24%だった。政府による公営住宅建設も成果を上げたものばかりではない。2002年の映画、シティ・オブ・ゴッドで有名になったファベーラーのシダージ・ジデウスは、1960年に都心付近のファベーラーを一掃した後、その住民を郊外へ移住させるため州政府により、 建設された団地であったが、やがて荒廃し、団地内の社会は、ファベーラのそれと変わらないものになってしまった。リオデジャネーロ市のコンプレクソドアレマンのファベーラ。6万人以上が住むが、2007年には、国家憲兵隊とギャングの銃撃戦も起きた。ファベーラの人口増加は、地方や国外からの人口流入にとどまらず、経済の悪化や、社会の流動性の悪さが、 主な要因となっている。中間層は貧困化しやすいファベーラに流れ、貧困層はジェントリフィケーションにより、インナーシティにあった下町を追い出され、望むと望まざるとにかかわらず違法なファベーラへと流れる。さらに、低学歴、未熟練の労働者に対する求人や、ブルーカラーの雇用数が減少していること。ブラジルでは、教育において、公教育のレベルが低く、 貧困層が義務教育以上の高学歴を得にくいことがファベーラからの脱出を難しくしている。ブラジルでは国立、州立の大学の学費は無料だが実態としてそれらの入試に合格するには学費の高い私立学校や予備校に通ったものが有利であり、経済的に貧しいファベーラ出身者はこうした学校へは通えず当然入試にも通りにくい。 ブラジルが民生に戻った1980年代末以後、ファベーラに対する政府の対策は変化している。1990年代からのファベーラバイロー計画では、都市計画家はファベーラを一掃し、公営住宅に住民を押し込む計画を立てるのではなく、ファベーラの存在を認め、社会学者や市民活動家らと共に共同作業を行い、 ファベーラの生活基盤と社会サービスを改善し生活水準を上げることを目指している。ファベーラ住民をならず者や麻薬ギャングの構成員と扱わず最終的には安全で安定した共同体の市民として誇りが持てるようにすることが目標となっている。2005年段階でファベーラバイロ労計画の下で6億ドルが公園や街路建設が進められ、 リオの400以上のスラムのうち120にソーシャルワーカーなどが置かれた。貧困層には行き届かなかった電気や上下水道、ゴミ収集サービス、託児所などがファベーラ内に導入され、ドメスティックバイオレンスや性的嫌がらせやドラッグアルコール中毒などに対する相談も行われており、計画開始後にはファベーラ内の商業活動の倍増や地価上昇も起こっている。 2014フィ f ファワールドカップ及び2016年のリオデジャネイロオリンピックがリオデジャネイロで開催されることに決定したのを受けてリオデジャネイロ州では軍警察の特殊警察作戦大隊や文民警察の特別人材調整局などの強力な特殊部隊を投入し犯罪組織の相当作戦を展開その後は軍警察の平和維持警察部隊を24時間 駐留させて監視に当たっている。さらにオリンピック期間中には全国からの選抜者により結成された国家治安部隊がパトロールを行っているがそれでも銃撃事件が発生している。本質的な解決として日本の国際協力機構などから協力を得てファベーラ地域に文民警察官が常駐する交番の設置を展開させている。警官が 手芸教室などの催し物を防犯活動の一環として企画する活動も行われ、交番がコミュニティハウスの機能も担っている。交番を通じて顔の見える防犯が犯罪率の低下に成果を上げている。2017年現在も治安の悪化は深刻化しており、しばしば警察や軍による介入が行われている。2017年12月13日には、 カベーラの一つマレーに800人規模の軍隊が投入される軍事作戦が展開された。ありがとうございます。